私は AKB の単独センターなどを夢見る AKB48 17期研究生の佐藤愛に、ただいま AKB48 のメンバー柏木由紀様の卒業シングルのレッスン真っ最中。そんな時に事務所の偉い人から新曲カラコンウィンクの宣伝担当を任されることに。私が TikTok で盛り上げてやるって意気込んでたんだけど、なんと諸事情で TikTok に楽曲が流せない。聴いてくれたら絶対みんな好きになってくれる曲なのに、楽曲を流すにはどうしたらいいんだろう。前田敦子様の時の卒業シングルは大丈夫？大丈夫だよね。じゃあ大島優子様の時の卒業シングルは大丈夫？大丈夫だよね。この流れでしれっと新曲流せば大丈夫なんじゃね。そりゃ無理だよね。じゃあアカペラはどうなの？カラコンウィンク、そっとあなたに流れてる。次は特技のチアダンスで宣伝だ。カラコンウィンク、そっとあなたに。でもこれじゃあ楽曲の良さは伝わりきらないの。誰かいい案あったら教えてください。助けてください。助けてください。AKB48 を知っている皆さんへ、リキリンこと柏木由紀さんが卒業します。そしてなんと卒業シングルカラコンウィングがリリースされます。絶対みんなに聞いてもらうぞって意気込んでたら、諸事情により TikTok で楽曲が流せません。いつもご飯に誘ってくださったり、いつも元気で明るくて優しい先輩です。なので私が頑張ってリキリンさんのために宣伝します。サッカーボールが頭に乗ってる間だけ歌います。いきます。カラコンウィング、聞いてね。 AKB48 を知っている皆さんへ、ゆきりんこと柏木由紀さんが卒業します。そして卒業シングルカラコンウィンクがリリースされます。みんなに聞いてほしいなーって思ってたら、ここで問題が。諸事情により TikTok で楽曲が流せません。ゆきりんさんとはコンサートで一緒にユニットができたり、レッスン中もたくさん優しく話しかけてくださりました。なので私が頑張ってゆきりんさんのために宣伝します。バトンが地に浮いている間だけ歌います。いきます。カラコン、聞いてね。私は AKB の単独センターの座を夢見る AKB48 17期生の佐藤愛に、大尊敬している柏木由紀さんの卒業シングルがリリースされました。その宣伝担当を任されてメラメラ燃えたぎってたんだけど、事情で TikTok で楽曲が流せないんです。だからこの前みんなに助けを求めたら、こんなにもたくさんのコメントが。感謝を胸にこのアイディアいただきます。ということで、リコーダーが得意なゆなちゃんとカスタネットが得意なはなちゃんに手伝っていただきます。いきます。カラコンウィンク、そっとあなたに、別なこのまなざし、好きでずっと言えなくて、一瞬で伝えたい。いや、音源に勝てなすぎー。誰か引き続きいい案で私を助けてください。皆さん、 AKB48 が大変です。ゆきりんこと柏木由紀さんが卒業することになっちゃって、卒業シングルカラコンウィンクがリリースされたんだけど、事情で TikTok で楽曲が。後輩思いでいつも元気なゆきりんさんを笑顔でお見送りするために、私が楽曲を宣伝します。手に傘を乗せてる間だけ歌います。いきます。カラコン